エアインディア101便墜落事故とは、1966年に発生した航空事故である。同景機のボーイング707から4001966年に1月24日の朝8時ごろ、インドボンベイからレバノンベイルート、ギリシャアテネを経由して、ロンドンへ行く、エアインディア101便ボーイング707の437は次の気候地スイスのジュネーブ・コアントラン。 国際空港に着陸しようとしていた。着陸の際に、運上から1000フィート離れた高度まで降下し、管制官よりその高度を維持するように指示を受けたが、機は約19000フィートまで降下を続け、モンブランの山頂付近に激突した。これにより、乗員11人、乗客106人の合わせて117人全員が犠牲になった。墜落地点は、 標高4810メートルのモンブランでしかも玄関の季節であったため遺体の収容もはかどらなかったという。事故機に2個設置されていた VOR の1個が故障していたのを知った機長が時期の位置を確かめようとして管制官に我々はモンブランの横を通過したと思うと報告した。それを聞いたジュネーブの管制官はモンブランは5マイル前方にあるという意図で、機器は モンブランまで5マイルあると訂正して通告した。しかし内容が曖昧だったため、機長は、モンブランの横から5マイル離れていると判断して、そのまま山頂に衝突したものと推測される。この事故で、インドの世界的物理学者で、原子力開発にも貢献した、ホーミジェイ・ワーバーが犠牲となった。2012年8月21日、墜落現場近くで、 インドの外交効能が発見され9月3日、ザイパリインド大使館の二等書機関に届けられた。2013年9月26日、警察は登山者が、ルビーやサファイア、エメラルドなど宝石が入った袋を発見したと発表。インド航空101便もしくは1950年に、同じくモンブランに墜落したエアインディア245便の乗客の荷物と推測されている。 2017年7月、山腹にて、遺体の一部とボーイング707型機のエンジン1機が発見された。遺体はエンジンの近くで発見されたことから、インド航空101便の乗客と推測されている。ありがとうございます。